はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。さあ今回ですね、デビュー寸前だったある5人組グループの紹介をしたいなと思います。まずグループ名がこちら、セクシーボーイズっていうグループなんですよね。まあ、セクシーボーイズとは、セクシーゾーンの専用のバックジュニアなんですよね。だからツアーとか一緒に回ったりとか、ショークラとかで後ろで踊ってるジュニアを、まあ、セクシーボーイズって言ってました。でまたメンバー変遷がめちゃくちゃ多くて、もういろいろね、そのメンバーが入れ替えで、まあ、固定があんまされてなかったグループなんですよね。初期メンバーがまず4人いまして、今ジャニーズに残っているのがキンプリの神宮寺くん、ほんでセブンメンサムラの中村玲也くんっていうね。だから今考えたら結構面白い組み合わせですよね。すごいレアな、はい、2人かなと思います。で後々追加されるのが、岸くんと岩橋元気くんっていうね。だからまあプリンスももちろんできている段階じゃないですし、でさらにジグイワコンビっていうのもまだ言われる前の段階ですね。こっからだから始まったって言ってもいいぐらいかもしれないですね。で関西メンバーっていうのもいまして、大中、蓮くん、平野翔くんっていうね、まあ、当時少年コンビは関西にいたわけなんで、はい、関西メンバーとして参加してましたね。で後々セクシーボーイズ、S が Z に変わったっていうね、まあ、名前も変わるわけなんですけど、ジグイワコンビをサイドに置いて、でセクシーゾーンとしても活動したマリウスくんをセンターに置くっていうね、まあ、この3人での活動っていうのも結構長かったですね。ほんで最終メンバーがまあこの5人になるんですけど、この5人がもうめちゃくちゃ人気だったんですよね。まあ、2014年頃から活動し始めたんですけど、まあ、ほんまにもうデビューするんちゃうかっていうぐらいファンは当時思ってましたね。まずはジャニーズ銀座っていうのにも参加してまして、まあジュニアのグループがね参加する登竜門みたいな舞台なんですけど、まあ、その舞台にこの5人でも、ステージに立つっていうね。だからもう一つのグループとして扱われてたわけなんですよね。ショークラの方にも結構参加してまして、まあスマップのテンダラとか、カトゥーンのバース、ほんでもともとね漢字だった曲のダイヤルアップとか、まあ、結構こういうかっこいい系の曲を歌ってたんですよね。だからもしこのね5人がグループとしてできていたら、まあ、クール系のグループとして押されてたかもしれないですね。また別名もありまして、まあ、マジックっていう名前なんですよね。まあ、この由来としましては、まあ、カトゥーンとかキスマイみたいな感じで、まあ、それぞれの頭文字を取ってできた名前なんですよね。まあ、まず宮近くん、阿部アラン君、神宮寺君、岩橋君、岸君、まあ、この順に並べて、はい、頭文字を取るとマジックってなるわけです。まあ、神宮寺君と岸君はねほんまは J と K なんですけど、まあ、その辺はあんまり気にしないっていうところで、宮近君が名付けました。まあ、結局ね公式名にはならなかったんで、まあ、非公式名としてファンの中で浸透していったっていう形ですね。少年コンビが東京に来たっていうのがまあでかいかもしれないですね。やっぱ本当に関西でもツートップでしたし、まあ、爆発的人気の2人だったんで、はい、まあ、そこもちょっとは影響あるのかなと思います。でまたね宮近くんと阿部アラン君は当時はトラビスジャパンとしても活動してたわけなんで、まあ両立が難しいということもありますし、やっぱトラジャで押したかったっていうのもあるかもしれないですね。でまあセクシーゾーン自体もあんまりバックを使わなくなっていた時期でもあるんで、まあ、徐々にその専用バックっていうのがなくなっていったっていうのもありますよね。まあ、結局はねその後にキンプリもできましたし、でもしねここがずっと続いていればトラビスジャパンももしかしたらなかったかもしれないし、ラブ2の結成もなかったかもしれないんで、まあ、期間限定で良かったのかなっていうのもまあ思いますよね。はい、以上が、マジックのご紹介動画になるんですけど、まあ、今考えてもやっぱ豪華な5人ですよね。まあ、メンバー編成がもういろいろあって、最終的にまあこの5人で落ち着いて良かったのかなとも思いますよね。まあ、最初の方はほんまにメンバー多かったですもんね。セクシーボーイズっていうのも本当もう10人以上おったと思うんで、はい、まあ、V6 のね後ろで踊ってた嵐とか、関ジャニ∞のメンバーが V6 チルドレンって言われてたみたいに、まあ、セクシーゾーンのねバックで踊ってるのが、まあ、セクシーファミリーとかセクシーボーイズとか言われてるんで、まあ、またねセクシーゾーンとかが10周年とか、まあアニバーサリーイヤーになった時にぜひまた再集結してバックで踊ってほしいですよね。まあ、もう一回、まあ、セクシーボーイズとして活動してたメンバーで集まってほしいなと思いますね。まあ、ぜひね皆さんの意見とかもお聞かせください。はい、本日の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。